生姜柿ってなんかマスの生産地で有名らしいんですよね。ああ、ありました、あそこですね、マス屋さんですね。手先がとても不器用ながら旅先で四季を作ることに凝り始めた倉島さん。大垣はマスの生産が日本一ということで、今回はオリジナルのマス作りにチャレンジします。今日作っていただくのがこちらの1号マスというサイズのマスになります、はい、ぜひ作り終わったらですね、今日の夜とかの晩酌にでも、はい、お酒を飲むとか、節分の時豆まきをしてもらったり、お米測ってもらったりして、はい、してもらえればなと思います、はいはい、木材にあらかじめ溝ができた状態から作り始めます。まずは4枚の横板に木工用ボンドを塗ります。均一にするのがポイント。そしたらですね、この4枚のうち1枚だけをちょっと取ってもらって右にスライドしていきます。ほほほ。そして端っこまで来たら、はい、ちょっと斜め45度にしてもらってグリグリと差し込んでいきます。ほほほ。でこの斜め45度で突き刺さった状態で、はいはい、また今度ですね、この2枚になったパーツを右にスライドしていって同じようにグリグリと差し込んでいきます。おー。でこれを4回3回ですね繰り返していくと4枚のパーツがくっつくので、はい、まずここまでやってみましょう。なかなかな難しい感じですね。この段階で難しいですか？じゃあここか。そうですね、端っこからグリグリと。ぬむ、入らない。こんなグイグイ押し込んで、はい、あれで斜めに刺さってればいいので、斜め、このぐらいでしょうか、はい、そうですね、そんな感じで大丈夫です。で、ああ難しいな、これ。続いて4枚の板をゆっくりと四角にしたら、土で叩いてしっかりと組みます。そして底板を貼り付けたら、この機械円盤カンナといいまして、はい、これが、刃が3つくっついてる機械ですね、はい、このカンナの刃が3つくっついてるんですけど、こちらが高速でこんな感じに、回転していきます、はい、この回転していく刃にマスをこう押し当てることで、はい、刃が当たって、表面を削ってくれるような機械です。なるほど、はい、マス作りで一番の見せどころです。あ、怖いよ。はい、どうですかね。よいしょ。引っ張ってもらってどうでしょう。あ、いいですね、こんな感じで綺麗になってるので、はい、大丈夫です、はい。でこれを前に倒してもらって、また同じようにやっていきます。はい、先生に微調整をしていただきます。はい、じゃあそしたらこちらで無地のマスが完成になります、はい、ただこれから今ですね、焼印の方を押していきたいと思うので、はい、最後にまた同じお部屋に戻って焼印の方を進めていきます、はいはい。すごいすべすべになってますね、すごい。最後に焼印を入れたら完成です。こちらが倉島さんの作った1号マス。一見うまくできたように見えますが、角を削りすぎたのはご愛嬌。のんべえにとっては最高のお土産が完成しました。